次は、如月駅、如月駅。私がいる車両って誰もいない。だーれだ。うまそうだな、お前。誰？マラーブ、いい子だからそこ動くなよ。お前も本当は俺にやられてんだろ。弾切れた。めんどくせえ。ん？お前、今の見たな？まあいいや。ここに捨てよう。暴れんなよ。投げにくいだろうが。名乗るほどのものではございません。って一回言ってみたかったんだよな。それじゃあチャオ。おいおいおい、大賀さん、勘弁してくれよ。俺の前でそんなことしちゃ学園に言い逃れできないでしょうよ。てめえ邪魔すんじゃねえぞ。タイガさんの獲物を横取りしようなんざこれっぽっちも思ってないよ。見られたんだろ。俺の方で後片付けしとくから、そう怒りなさんな。ああ、そう。じゃあ俺はあいつを追うわ。はいはい。あんま無茶しないでくれよ。
って言ったそばからさ。さて、ひとまずここを出ますか。ありがとうございました。まもなく終点新橋です。すまん、俺がいるのよ。おっとっと、あらら、一般人に怪我させちまって、こりゃ下手に触んない方が良さそうだ。すまんね、傷は後で何とかするから、先に頭ん中消させてもらうよ。これ、なんだと思う？ん？何のこと？あれ、もしかして今、目つむってた？この日、よく見ててくれる？あんた、まさかマッチ聞いてないの？その通り。しかし参ったな。お前さん怪我もしてるし、はあ、一旦学園に戻るしかないか。立てる？タイガさんが担当するって聞いた時から嫌な予感してたんだよな。人払いしといてよかったわ。あー、それ痛いよな。直してやるから少し待ってな。もしもし、ちょっと緊急事態で。あー、タイガさんの話じゃ。あ、いや、そうか。一般人に怪我人が出ちまって、なぜかマッチが効かないんですよね。ああ、俺とそう変わらないんじゃないかな。ええ、女性です。ええ。そうっすね。ちょいとお待ちを。あんた、名前は？ああ、手続きに必要なんだ。お前さんの名前、教えてくれるか？
ですって。はいはい。はい。わかりました。お待たせ。ご協力ありがとね。俺は、草薙博って言います。申し訳ないけど、今から一緒に来てもらわなくちゃならないんだ。いや、病院には連れて行けねえのよ。突然すまんね。そりゃ驚くのも当たり前だ。今はちゃんと説明してやれなくて心苦しいんだが、学園に着いたら全てわかる。ダークウィックアカデミーだ。確かに意味わからんよな。一応怪しいものではないってことで。そうそう、俺そこの学生なのよ。勘のいいことで、まあそういうことだ。さてと、その傷がひどくなる前にさっさと行きますかね。悪でいいよ。そうだな。それがさ、こっちの方が早いんだ。宇宙。俺の手、しっかり掴んどいてな。元気で何より。正確に言えばゆっくり落ちてんだけどな。ほら見てみ。綺麗。あれは誰かの忘れ物だよ。お、こっから落ちんの早くなるぜ。落ち、到着。大丈夫大丈夫。今度の列車はさっきと違って安全保障付きだ。これ撮影じゃないですよね。あれに乗り換える。宇宙に機関車。銀河鉄道だよ。あんた見たことないの？漫画とかアニメとかでさ。まあこれは現実なんだけどな。さ、乗って乗って。でも。安全保障付きって言っただろ。万が一のことがあったら、俺が守るよ。はあ。Thank you.
急ですまんね。学園まで行ってくれるか。あの子はここの管理人みたいなもんだ。襲っちゃ来ねえから安心していい。これ普通の人は乗れないからさ、貴重な経験だし一層楽しんじまいな。ほらもうすぐだ。次はダークイクアカデミー、ダークイクアカデミーに泊まります。着いたぜ、行こうか。もう少し歩けるか。まずはその怪我治しちまおう。ああ、理事長の趣味でな。まあずっと立ってると疲れるしな。あ、そこの影踏むとくすぐってくるから、お前さんは気をつけて。さてと、ニコラ先生はカウンセリング室にいるっつってたかな。失礼します。お、ご苦労さん。待ってたよ。君が例の子だね。私は怪異科学担当のニコラだ。よろしくね。ニコラ先生はこの学園の教師なんだ。で、お前さんの怪我は右足だな。ちょっと見せてもらうよ。これは痛いね。かわいそうに。ソファーに座って。これ、嗅いでてくれる？そう。あと、柳の樹皮とか生姜を混ぜて、ウィルオウィスプでいぶしたんだ。先生。この子、ここの生徒じゃないんだからさ。そうか。ごめんごめん。外の人と話すのが久しぶりで、つい。ウィル・オー・ウィスプは鬼火の一種で、俗に言う人玉ってやつ。そろそろいいかな。痛かったら言ってね。
痛くないかい？それはよかった。傷跡も明日にはきれいに消えるはずだよ。よかったよかった。そんじゃ次は理事長に。お、来てるじゃん、噂の目撃者。普通の女の子に見えるけどね。可能性としては怪異の影響か。どっからどう見ても不審者だよな。ハイド先生、ろくに挨拶もできないなんて、生徒に示しがつきませんよ。ひどくない？こんなイケメン捕まえて不審者はないでしょうよ。でも確かにニコラ先生のおっしゃる通り。僕はハイド、怪異生態学を担当してる。この学園で一番正道思いな教師だ。ご冗談はさておき、治療は終わりましたよ。このままカウンセリングに移行しますか？ですね。マッチが効かない原因、早いとこ分かった方が安心でしょうし。ってわけで、今から僕と二人きりで話をしよう。理事長と会わせる前にお前さんの心の健康診断もしとくってことらしい。僕今そう言ったじゃない。言ってない言ってない。君が遭遇した怪異覚えてる？え、もしかして説明されてないの？君どうやってここに来たの？げっ、タイガのやつマジで。ごめん、今のは聞かなかったことにするわ。で、あれよあれよと銀河鉄道に乗せられ、我が学び屋までやってきたと。そんだけ体験してりゃ話は早い。今君が説明してくれた不思議な出来事、それを全部怪異って呼びます。世間では常識とされてる道理や法則から逸脱しちゃってる存在ってあるでしょ。巷ではオカルトって呼ばれるもの、あとは超常現象とかユーマとかさ。僕たちはそういった怪異を探し出し、管理や研究を行ってる世界的な組織なんだ。ここダークウィックアカデミーはその隠れ蓑にして組織の教育施設でもある。要するに世界の平和を秘密裏に守る超善良な活動団体の日本支部ってわけ。で、僕はこの学園の教師であり、同時に怪異研究の第一人者でもある。もう分かってくれたと思うけど、僕って優秀だからさ、安心して何でも話してね。そんな緊張しなくていいよ。じゃあそろそろ始めますかね。ポッチ君、ポッチ君、カウンセリング始めるよ。え？今から君に
いくつかの質問をするよ。あまり深読みせず本当のことを答えてね。君はさっき全身が草花で覆われた怪異と遭遇したよね。その時怪異の瞳見た覚えはない？目があった。そうか、やっぱりね。ポッチポッチ、確定って書いといて。ああ、気になる？ごめんごめん。この子たちはね、人間観察が趣味なんだ。右手の赤リボンの子がホッジ、左手の黒いレースの手袋がポッジ。君に何があったのかちゃんと知りたいだけだから大丈夫。さて、次は君の心の状態を覗くよ。ここにはあまり干渉されてないといいけど、今から示す質問と絵を見て君に当てはまるものを選んでみて。直感でね。質問はこれで終わり。へえ、君は独創性を重んじるタイプか。違いを認め個性を大切にする人だ。ってことは僕の統計上ホタルビと相性がいいかもね。ああ、今この子たちが書いてくれるって相変わらず仕事が早いね。お、完成したみたいだね。ありがとうございます。ホタルビの絵札だね。お守りとして君にプレゼントだって。